今日の一問一答ですね。介護支援分野。介護予防支援という単元になります。介護予防支援事業について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。その委託にあたっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。その委託にあたっては、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。とありますが、 これはその通りりで丸になります介護予防支援業務の一部を地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に委託する場合というのはここれはは直接委託すするといいうでできななわけなんですね必ずこの地域包括支援センター運営協議会というところを通さないと委託はできないという仕組みになっております。 地域包括支援センターが居宅介護支援事業所に直接お願いできるという形になっていると、まあ、特定の居宅介護支援事業所にばっかりお願いするとかあるいはお願いしなくてもいいようなものをお願いしてしまうとか、まあ、そういうような適正ではない委託というものが行われる可能性というのがあるのでですので必ずこの地域包括支援センター運営協議会というところで、まあ、その決議を通,さ通してからでないと、まあ、委託はできないと。 こういうふういいいににな、ねまあ、なっているということここりますでこの地域おかつ支援センター運営協議会っていうのはこれは地域おかつ支援センターと一対一対応で存在するところではないです。つまりは地域おかつ支援センター一つに対して運営協議会が一つあるっていうものではないんですね。この地域おかつ支援センター運営協議会というのは市町村ごとに設置される機関になりますから、まあ、市町村に一つ存在するというふうにですね 認識しておくといいかなというふうに思います。でまたですねこの介護予防支援業務の一部を、まあ、地域包括支援センター介護予防支援事業者であるところのですね、まあ、地域包括支援センターが拠点介護支援事業所のケアマネさんに委託する場合ですねこれ昔は上限件数っていうのがありました。巨大介護支援事業所のケアマネさんん人につききままでででしかお願いいせんよっていうですね こういう上限規定があったんですけれども、これが二千十二年度の改正、二千十一年法改正によって撤廃されているわけなんですね。ですので今は、許諾介護支援事業所に委託する際にですね、その上限件数というものは存在しないということになっておりますので、この点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、介護予防支援事業について問うている今日の問題ですが、その委託にあたっては、 地域包括支援センター運営協議会の議を得なければならないとありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。